パイロットの情報をすり合わせ、海底のヤマトの全貌が浮かび上がってきた。監視部は菊の紋章を北西方向に向け、およそ右45度に傾斜し、全長は90メートルほどある。第一主砲塔が抜けた大きな穴の後ろで突然切れている。管理部は船体が180度完全に裏返り、スクリューが東を向き、崩れた巨大な鉄板が重なり合っている部分を含めるおよそ180メートル、途中右舷側におよそ30メートルの欠損部分があり、監視部との位置関係はこのようになる。監視部と管理部の長さを合わせるとヤマトの全長263メートルに相当する。海底に沈むヤマトは第一主砲塔の後ろで2つに分断されているが、大きな欠落はない。さらにこの地図で第1、第2、第3の3つの主砲塔の位置を見てみる。3つの主砲塔はほぼ直線に並んでいた。判別不明のものを含め発見された全ての構造物を加える。これが今回の探査で把握できたヤマト沈没海底図である。ほぼヤマトの全貌が見えてきた。ということで、ついには海底のヤマトの全貌が明らかになってまいりました。ここにこの模型があるので、ちょっと渡辺さんご説明いただきます。はい、まずここが艦首の部分ですね。はい、でここに菊の紋章があって、はい、バルバスバウトがこの下になります。でこの長さがですね、ここに壊れているここまでが90メートルです。はあはあ、で大きな穴というのはこれですね。ここに潜水艇の中に入っていったわけですが、おそらくここから抜けたものだろうというものが70メートル南のここに着底しているんですね。第一主砲ではなかろうかと。はあ、でこの主砲に関しては1つ、2つ、3つとほぼ直線にこう並んでるんですよ。うん、で今度はこちらちょっと見ていただきたい。これは管理の部分で、この長さが、プラスマイナスありますが、大体180メートル。ですから合わせると、はい、180とこっちの90を足すと、まあ、少し長いんですが、ほぼヤマトの263という全長になるわけですね。でどうしても見つからなかった、最後の日まで見つからなかった環境部、ブリッジなんですが、ブリッジはですね、こんなところにあったんです。この艦首の右下ですね。この状態というのはもちろんその1945年4月7日のままということが言われています。そうですね。ここまでの破壊を受けているというのは、まあ、想像を絶してたわけですよね。そうですね。まあ、向けを前に皆さんいろいろこう疑問をお感じになっているようでございますけども、その最大の謎と言われております、ヤマトはどうして沈んだのか、そこに迫っていたいと思います。海底深く眠るヤマトの残骸、不沈艦とまで言われたこの船が一体どのように沈んでいったのか、これまでも多くの推測がなされてきた。記録には前方部砲塔誘爆沈没と記されている。果たしてこれは事実なのか、元乗組員はこう証言する。蒸気爆発ってことですか。こういう可能性があるから。これは一体何を意味するのか。海底のヤマトは物語。果たして断末魔のヤマトに一体何が起こったのだろうか。気になるシミ、そばかす、くすみ、さらにお肌のトラブル、ニキビ、湿疹やかぶれ、全部まとめて諦めないでください。大きく進化して生まれ変わったシミ、そばかすだけじゃない、ニキビやかぶれ、くすみにも飲んで効く医薬品、キレイホワイトプラス、リニューアル応援価格でご紹介します。まずは新成分アントテン酸カルシウムを追加配合、だからニキビや湿疹、かぶれにも体の内側から飲んで効くんです。もちろんシミ対策も強化。高品質の医薬品有効成分 L-システインを 1.5倍、承認基準の最大量 240mg を配合。だから防ぐ、抑制する、出す、促す、このシミへの働きが今までと違う。そう、シミそばかすに飲んで効くんです。肌の奥に隠れているシミにも内側から効く。
効く。服用も従来の半分、1回1錠でノンシュガーに新しく生まれ変わりました。あなたの綺麗を奪っていくこのシミに、あなたの自信を奪うこのニキビに、エグリクトヤマのお薬の力、新しく生まれ変わったシミ、そばかす、ニキビ対策の医薬品、キミエホワイトプラス。通常1箱31日分93錠入り、税抜き4200円のところ、一世帯様一箱限りのチャンス、初回限定シミ・ニキビ対策リニューアル応援価格、税抜き1900円でお届けいたします。お申し込みは